やるか。さ、来てんなリズミッションラインと思ってさ、このラインのさ、めちゃくちゃこの前が長いのにさ、今さ、ですです、了解っす、あざっす。突然雑になる佐々木。あざっす、ですです、あざっす。ですです。私これセカンドタイムだ。俺もセカンドタイムだ。あれこれ誰、あ、でもじゃあセカンドタイムのつもりでやるし。先生、はい、シーソー、私マリマイジもセカンドタイムやってるやん。あれ違う、セカンドタイムが休みだ。あ、だから1回目引くんだ。1回目引くのか、分かりづれえな。そうかそうかそうか、1回目引くんだ、これ分かりづれえな。そうか、2回目お休みだね。うん、あ、違う、2回目俺、え、俺2回、ちょっと待って、俺1回目お休みか。C はセカンドタイムって書いてあるから、俺はセカンド…あれ、あれ待って、 C はにセカンドタイム…ビブラフォンって C あるの？セカンドタイムで、ビブラフォンとブロッケンは1回目も2回目も一応譜面はあるよってこと。うん、はいはいはい、オッケー。理解した理解した。読解、このセカンドタイムが散らかってる感じ。このワードね、セカンドタイム。なんか赤上げて白下げないねみたいな、どっちなの。そうね、セカンドタイムオンリーぐらいしか聞かなくない、セカンドタイム。そうだね、斬新じゃないこれ。セカンドタイム休み、セカンドタイムコピー。うめ、そうそう、ミファソーソレになってるこれ。あ、リズムが、ね、ミファソーソじゃなかった、ミファソーソレだ。ごめん、もう一回言ってください。ちょっと俺今違いが分かんなかった。えっもうさらってあるじゃないですか。今めっちゃさらったもん。こんな集中したの久しぶりだぜ。こんな感じ、カメラ映っちゃうかな、分かんない。あ、映るかもしれない。なんかあれだよね、試験の時にさ、うん、俺全然勉強してないよっつって点数取れちゃう人みたいな。今のビブラフォンめっちゃそれじゃん。いやもうさらってるじゃん、嘘つき。さらってない、さらってない。勉強してるじゃん、嘘つき。いや、本当にさらってないんだよ。勉強してるじゃん、嘘つき。初めて見た、初めて見たよ。バカ野郎。いや、点そうやって裏切る友達いるよね。なんだお前。ごめん、アグレッシブなのいた、なにそれ、なにそれ。あ、ごめんね、こう簡単なの、簡単。どこにいるの、どこにいるの。あ、5連符がいるの。へぇ、左からだよっていう、左から。1個多かった文字。左、左からだ。いや、ごめん、愛が足んなかった、5連符待たなかったっす、すみません。あ、ほんと。俺も全然まだ余裕ないから。ちょっとさ、今さ、C からやってさ、なんかぶつかんないかどうかだけやる。最初の音ここだよ、俺。は？あ、違った。来た来た、不可能な譜面来たよ。不可能な譜面来ましたよ。全然ぶつかるぜ、これ。しかも、私の方が低いのね、出だし、こうなるから。こうなるよ。いや、なんか来るかもしれない。で、逃げたら逃げたら別に来ないっていう。来ないずっと言う。そこかい。逃げるっすよね、うん、なるほど。まあ、一緒にやらないといけないかな。まあ、そうだね。まあまあ、うんうん、いや、難しいよ、わ、頭ビブラフォン大変だね、それ。お疲れ様でした。
はい、終わり終わり、ありがとうございました。ビガンローラー的なね。なんで急に一発芸やり始めるの。あまりにも暇すぎたんだよ今。あー、頑張ろう。終了。